土の色変わってるじゃないですか。はい、これがセカンドの頭上を越えていきました。阿部の先制タイムリー、そしてアリエル・マルティネスは三塁まで行きます。阿部のセンターへのタイムリーヒット、ドラゴンズがこのゲーム先制点を奪いました。1対0です。中田さん、一番こう乗っているバッターが、いやこれね、一番の大島もそうなんですけども、はい、フォークボールなんですよね。フォークボールがね、その落差というか、ちょっとしたこの本当のフォークボールの意味を成してないというのかな、だというふうに思いますけどね。ピッチャーの足元を襲ったが、あ、弾いて、うん、このボール今ベースカバーに入りました。坂本、ショートのあたりにボールが転がっていきました。さあインコースに大城構えて、ちょっと中に入った、センター方向、丸が前に来るがセンター前に落ちました。阿部の同点タイムリー。インサイドを攻められながら阿部がセンター前に打球を運んでいきました。5回の表、勝利投手の権利まであとワンアウトというところ、阿部が同点に追いつきました。さあ中畑さん、やはりこの阿部が、ね、状態いいですね、うん、バットで結果を残しました。追い込まれて強引になってないですもんね。本当に詰まってるんですけど、差し込まれてますけども追っつけていくんでね、方向に飛んでくれますね。本当状態いいですね。さあ追い込んでいる平内です。阿部が1、2塁間を破っていきました。阿部がまたしてもこの回出塁、まあ、フルカウントまで待ちますかね。右中間にボールが落ちました。さあリエル・マルティネスは二塁を蹴った。阿部も二塁へ向かうか、いや阿部は止まりました。阿部は一塁へ戻ります。なんと阿部今日5安打。阿部選手かえってね、まあ、追い込まれてからの方がバッティングとしてはいいんだよ ね、 そうなんですね。逆方向へ押っつけていこうというね、長くボールを見ようというタイミングで対応してるんで、はい、で変化球はね本当止まって見えてるんじゃないかと思うぐらい。